イテム番号 SCP-570JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-570JP はサイト8141の標準人型収容室に隔離された状態で収容しています。SCP-570JP は精神科医の所見に基づき処方された精神安定剤を提供してください。ゲームや書籍といった創作物の支給は禁止されています。SCP-570JP と交流した職員は適切な記憶処理を受けてください。説明 SCP-570JP は身長 175cm、体重、kg、年齢20代前半の日本人男性です。SCP-570JP は戸籍上、ハットリ、と登録されており、財団による収容以前は初鳥、という芸名で活動していた若手俳優です。SCP-570JP は人間と接触を行った際接触した人間を交流者と指定認識障害を発生させます。認識障害の範囲は単純な物理接触だけでなく、電話等の遠隔接触、SCP-570JP が人間を視野に収める、察知しているだけの状態でも異常性を発揮することが可能です。SCP-570JP は交流時、架空の人物役を演じます。SCP-570JP はノンフィクションを含んだ大半の創作物の人物を演じますが、自己創作したストーリーなど自己表現を伴う演技を行うことができません。しかし SCP-570JP の演技は、本心や事実とは異なる振る舞いが異常性を発揮することに注意してください。詳細はホイ、事案570を参照。SCP-570JP の演じる役はオブジェクトの意思により自由選択が可能ですが、交流者が演じる役はランダムに決定され、ストーリーを知らない状態でも、違和感や疑問を自覚せず台本通りに展開していきます。SCP-570JP の演技中、交流にさらされた交流者はストーリーの登場人物として振る舞うだけでなく、SCP-570JP を架空の人物として認識します。この認識障害は SCP-570JP の容姿や動作に限らず、腕が伸びる、魔法で炎を出現させる、等の現実では実現不可能な行為を行った際、発生しているものとして認識します。認識障害の他に、交流者は決定された役によっては急激な思想変更が生じることからミーム的な効果を有していることが確認されています。SCP-570JP による全ての影響は、記憶処理を施さない限り脱することはできません。SCP-570JP、実験記録。付記すべての実験は実験内容を録画し、後に確認することで進行しています。SCP-570JP、実験記録。1、被験者 D981D、6222。実験内容ドラマ、の談笑する3人組のワンシーンを SCP-570JP 及び被験者を視聴させ、異常性の調査をする。結果被験者2名は実験に抵抗を示していたが、ドラマのセリフを一字一句間違えることなく発言した。セリフは演技経験がないにもかかわらず流暢であり、実験を監視していた研究員曰く、ごく自然だった、とコメント。D981 は映像終盤で立ち上がる場面があるが、それ以上ストーリーが進行することはなかった。分析ドラマは一人が立ち上がる場面で終了しています。SCP-570JP はドラマを認知していなかったこともあり、終盤で停止したものと推測されている。SCP-570JP、実験記録。3、被験者 D76D、56。実験内容ドラマ。D クラス職員2名に実験内容を知らせず、実験を開始。結果実験、1と同様に問題なく進行した。分析 SCP-570JP による影響は、オブジェクト自身の知識に依存していることが判明しました。SCP-570JP、実験記録。5、被験者 D954D、234。実験内容防災訓練の予行練習を行う。結果予行練習であるにもかかわらず、D クラス職員は実際の災害現場だと認識していた。分析災害や事故を想定したものも適用されることが判明しました。SCP-570JP、実験記録。6、被験者 D223D、754。実験内容漫画、1巻の5名の登場人物が、雨天中バスケを行っているシーン。結果 D クラス2名が1人2役を演じることで進行。
登場人物が2名になったシーンでは、D、223と D、754は同じ役を同時に演じた。なお D クラス2名は、実験場所が室内であるにもかかわらず、野外かつ雨が降っている状態だと認識していた。分析数度同様の実験を行ったが、SCP-570-JP は一つの役しか演じなかった。場所や天候等にも影響が与えることが判明した。SCP-570-JP、実験記録、10。被験者 D、223。実験内容アニメワンピースで主人公が腕を伸ばし、敵を殴打するシーン。結果 SCP-570-JP の演技中、D、223はオブジェクトを主人公と認識した。さらに D、223は正義感を抱くなど、性格や思想の変化が認められた。分析認識障害だけでなくミーム的な効果があることが判明。SCP-570-JP、実験記録、12。被験者 D、237D、116。実験内容 SCP-570-JP に物語を創作させ、それを実験に使用する。結果 SCP-570-JP は創作を行うことができなかった。分析知能や異常性による理由ではなく、SCP-570-JP の性格的な理由により創作ができなかったと推測されています。SCP-570-JP、実験記録、15。被験者 D、87D、66。実験内容 SCP-570-JP を別室に待機。ライブ映像による環境を整える。結果実験、1と同様に問題なく進行した。追加実験として、SCP-570-JP の演技を録画したものを D クラスに暴露させ実験を行ったところ、異常性は発揮しなかった。追加実験中、D クラス職員は SCP-570-JP を初取り、であることに初めて気がついた。分析 SCP-570-JP の異常性は、リアルタイムでなければ影響がないことが判明。SCP-570-JP、実験記録、16。被験者 D、87D、66。実験内容ドラマ、の殺人シーン。結果 D、87が D、66を考察中、SCP-570-JP は別の演技を開始した。SCP-570-JP が役を変更した瞬間、両者の役も変化した。分析途中変更することで、誘導的な影響を及ぼすことが判明。D クラスに急な役の変更についてコメントを求めたところ、疑問を抱いていなかった。演技中の SCP-570-JP について質問すると、初取り、と認識していなかった。追記数度殺人シーンの実験を行ったが、SCP-570-JP が別の演技を開始するため成立しなかった。SCP-570-JP、実験記録、17。被験者 D、66。実験内容主人公が拳銃自殺するシーン。支給した拳銃は、弾の入っていないモデルガン。結果 SCP-570-JP は自身のこめかみに銃口を当て発砲。ついで実験室の壁に自身の頭をぶつけ始めた。待機していたエージェントが薬物を用いて SCP-570-JP を気絶させ、自傷行為を停止させた。分析 SCP-570-JP の影響はオブジェクト自身にも及ぶことが推測された。実験終了後、SCP-570-JP に自傷行為防止のため記憶処理を施した。コメント SCP-570-JP の自傷行為は本当に演技上のものなのでしょうか？目吹き博士。ほい、事案570。事件概要20、年月、日、SCP-570-JP による収容違反が発生しました。当時、SCP-570-JP へインタビューが行われており、博士はオブジェクトのことを、SCP-570-JP、と呼称した際オブジェクトはその名称を否定。博士に認識障害が発生しました。SCP-570-JP の影響を受けた、博士は、SCP オブジェクトに指定の人間が収容室に存在していることを上層部に報告。不審人物及び収容違反発生事件として警備員が対応、警備員が状況を把握し冷静に対処することで事件を小規模に収めることに成功しました。今県の事件発生トリガーは、SCP-570-JP がその名称を否定することにより発生した事件だと考えられています。事件後、博士と SCP-570-JP に接触した全ての職員には記憶処理を施しました。事件詳細収容初期 SCP-570-JP は創作物の演技を行うことで異常性が発揮するオブジェクトだと考えられていましたが、
SCP-570-JP の認識障害は真実や本心とは異なった虚偽の振る舞いそのものが異常性の範囲に含まれることが判明しています。SCP-570-JP は対人用の演技カッコ主に笑う、会釈する等の日常的な動作。以下、擬態カッコ閉じを行うことで、自身に敵意や警戒心を抱えかれないように振る舞っており、擬態にさらされた職員は SCP-570-JP を異常特性を有した人型オブジェクトであることを理解していたにもかかわらず、危険な存在だと認識していませんでした。特筆すべき点として擬態による影響は警戒心の欠如だけでなく、研究員はオブジェクトを初取り、として取り扱っていたことが発覚しています。SCP-570-JP が擬態を行う理由について調査したところ、オブジェクトは重度の鬱と対人恐怖症を発症していることが判明しました。現在 SCP-570-JP を抑制、制御するべく対人恐怖症の治療を行っていますが、オブジェクトは接触時に擬態を開始するため、恐怖症の治療は困難を極めています。事案570は、オブジェクトがナンバー呼びされたことを一般的な理由によって拒絶し、発生した事件なのでしょう。異常性の詳細が収容初期に判明し、最小限に抑えられたのは幸いでした。しかし、研究員が SCP-570-JP や服部、ではなく初取り、として接していた点が引っかかります。彼に悪意はないと思っていますが、それゆえに厄介です。SCP-570-JP はただの役者だと考えてはいけません。奴の異常性を極端に述べるなら、嘘がまかり通る能力です。目吹き博士。